2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から、日本一でも大変ですよね。たくさんいますからね、人数がね。それから世界一になり、1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの販売先生です。今週の成績なんですけれども、新しくインジケーターなんですけれども、負け越しました。1番ですかね、1番ですね。 ライブ講座でね、試験投資では勝ったんですけど、ライブ投資では1敗か 2敗ぐらいですかね。また3敗ぐらいしたかもしれないですね。で、先日の投資でね、頑張ってやったんですけれども、負け越しました。で、ただ練習とあと積み重ねでプラスになるじゃないかと思います。で、安心したところです。難しいなということで、しかし分かりやすいなというようなことでね、よく頑張って見ていけば勝てることだったなとかね、そういうようなことですね。こういう時はもう絶対負けるなということが分かんなかったのは悪いなということでした。今先日ですけども、こういうふうにね、本当は来週タイぐらいになって、それからまた少しずつ勝ち越すように、1番とかね、週に1番でいいわけですよね。勝てるようになれれば、資金が1回に最大20万はね、1つの口座で投資できますでしょ。そうすると週で1回20万勝ったとしたら、もうこれでも週4回ありますからね、4回5回ね、100万近く稼げるわけですよ。だから心配しないで、とにかく難しいけれども、苦労っていうことはないですけども、楽しんでやってますからね、仕事だからね。プラスになれれば、週に1回でも勝ち越すようなね、何回もやってね、トータルでは勝ち越せば、週1個でも勝ち越せれば、いずれ1回の投資金20万円で投資できるわけですからね。それだけでもう億万長者になっちゃいますからね、そういう技能で。今今週負け、今2万9000ぐらいになっちゃったんですね。まあほとんど変わんないですけど、2万9000ですね。アップロードがあるのか、これちょっとこれだけ動かしておきますけど、ということで、まあこちらのインジケーターの性能は抜群でした。負け越しましたけどね。で、29,048 円ですね。負け越したんですけれども、まあ、こうですね。1,2,3,4,1,2,3 でしょ。今日ですね、今日やってこんな感じだけども、一番これ買ってたんだけど、決算しちゃったんでね。まあ、しょうがないね、怖いなと思ってやったんだけども。まあ、ここのところ検査でも、いつから見ればいいかな。まあ、1日ぐらいから見たですね。どうですかね、こんな具合ですね。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7。結局、いっぱいにしていくわけですね。今月だから。今月はいっぱいしてるわけです。1,2,3,4,5,6,7 でしょ。1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。だけど一回途中で切ってますから、これ切ってるでしょ。これも途中でしょ。ね。若干だから2杯分ぐらいしてるわけですね。まあ1月1日から見るとそうですね。だからまあ2杯ぐらいですかね、今月ね、私のこのインジケーター作って。まだ新しく作り直しての特性が難しいですからね。これになれればプラスになるんじゃないか。全部で1,2,3,4,5,6,7。あ、まあ2番もあるのかな。あ、2番もあるんだ。1,2,3,4,5。1,2,3,4。
あ、一杯だけですけどね。一杯だけですね。一杯だけども途中決算がありますから。これなんかも、これも途中でしょ。これも、ね。これも途中で買ってはいたんだな。途中決算してるね。785円だから。ね。ということですね。だからほぼ負けてはいないのかな。プラマイゼロぐらいと考えていただければいいんだけど、まあ、1000円ぐらい負けてるか。ね。今月。今月1000円ぐらい負けてるぐらいですかね。これだけ通して。だから、まあ、今月1000円ぐらい負けてるぐらいですかね。まあ、新しいインジケーターね、こちらの方ね。1000ぐらい、3万ぐらいだった。だから、1000円負けぐらいです、今月。ね。慣れればプラスになるということですね。慣れれば億万長者ということですよ。これにね、私のインジケーターになれれば、ね、億万長者ということですね。ただ、たかがそれだけのことですよ。億万長者になれるのは。半馬洋先生、いろいろやって考えてやってるわけなんですけど、シグナルからね、私の作ったインジケーターからね。これだけ投資して1杯だけですから、ね。1000円分ぐらい損したわけですね。勝ち越しは大ぐらいですけども、ね。手数料、安いですけども、その分損したぐらいですね。ね。だから、私もこう初めてのインジケーターで新しく作り直した修正だけど、こんなに使いやすいインジケーター分かりやすいのありませんよ。深みがありますね。そんなことでね、今週4月になって